暮らしきトコトコ。このコーナーは暮らしきの今を伝えるウェブメディア暮らしきトコトコの提供でお送りします。第4週のこの時間は暮らしきトコトコのコーナーです。今日もナビゲーター土井さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ムシムシしますね。やっぱり暑いですね。暑いですね。曇ってる割にはね、え、本格的な、なんて言うんでしょう、こう夏がもうすぐそこみたいな感じです ね、 ね、 ね。ということで今日はトイさん、どんなお話になりますか？ですね、去年の9月から、はい、まあ、クラトコの第2弾メディアみたいな感じで、その、はい、ビンゴトコトコというのをまあ始めたんですけど、まあ、笠岡と福山と尾道の、はい、まあ、広島県も含んだまあ3地域をまあテーマにしたメディアなんですけど、はい、まあ、ちょっと最近その主に笠岡でちょっといろいろトピックがあるので、今回はその倉敷じゃないんですけど、まあ、広い意味で岡山県内ということで、はい、笠岡エリア、ビンゴエリアの、トピック紹介ということで、はい、西山さんという私たちを、はい、協力してくれてる方にお話しいただこうかなと思っています。はい、今日はね、西山さんちょっとスケジュール多忙ということで、はい、電話がつながってますのでね、呼んでみましょう。西山さん、はい、はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は電話ですいません。いえいえ、とんでも、また来てくださいね。はい。はい、ということで西山さん、今日はどんなお話ですか？そうですね、ビンゴトコトコの方にもう公開している記事の、はい、まあ、直近の記事についてちょっと時系列でお話をして、まあ、今後のちょっと取り組みといいますか、はい、あ、こんなことをやりますよ的なことを少しお話できたらなと思っております。はい、ではよろしくお願いします。はい、うん、最初はですね、笠岡スケッチという、うん、笠岡市 の定住促進センターという市の機関なんですけれども、はい、こちらの方が、フリーペーパー、フリーマガジンを作っておりまして、はいはい、そちらの方を、まあ、記事で、取り上げさせていただいたんですけれども、はい、公的機関でこうフリーペーパーを作るというのは、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、割とおしゃれな感じのものができておりまして、はい、第1弾が今の笠岡のパン特集というものを、うん、はい、取り上げて作られている冊子がありまして、うん、はい、それについて5月の7日に記事の方を公開しております。5月7日、はいはい、パン食べとこってところにじゃあ入ってるって感じですかね？ね、カテゴリーは知っとこなんですけど、パンだから中身はパンとかラーメンのお話なんですけど、なるほど、はい、一応ね、フリーマガジンで、うん、情報を提供しているということで、まあ、ここの面白いところが、はい、フリーペーパーだけじゃなくて、うん、ウェブと、それからインスタグラムで、うん、3つは連携させて動かしているというのが面白いところで、特に今インスタグラムの方で笠岡スケッチというハッシュタグがついてまして、うんうん、そこで皆さん笠岡市の風景を、投稿されてて、はい、それは割とおしゃれなものばっかりなんで、こんなこと言ったら怒られるかもしれませんが、笠岡らしからぬおしゃれさで展開してるんで、ちょっと注目しているという、ところではありますね。なんかこう中にね、冊子開けたらこうインスタグラムのご案内とかウェブの方とかもご案内が入ってますね。はい、うん、そうなんですよ。でなんかその、はい、キャッチコピー面白いですね。パンパカパン、笠岡のパンって書いてあります。そう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 、なかなかこの辺もね、うん、ユニークですよね。ユニークですね。はい、ね、面白いんです。中村ベーカリーさんのね、食パンとともに、そうです、そうです。うん、だからまあこの定住促進センターっていうのが割と何ていうかな、市役所の機関っぽくない感じで、うん、すごく取り組みが早く何事も進めているので、なるほど、そういった意味でもすごく面白いなと思って注目してたんですね。うん、なるほど。この笠岡スケッチってどこで手にすることができるんですか？これは笠岡市の定住促進センターももちろんのこと、図書館でありますとか、はい、そこの笠岡スケッチに載ってある店舗さんのところにも、はい、何冊も
配布されているの で、 そ、 うなんです、ね、そちらの方で、はい、聞くところによると、倉敷では、うん、美観地区にある三宅商店と、うん、あと林源十郎商店、うんうんうん、あと坂津の三宅商店、まあ、広い意味で三宅商店系列のところに置かせていただいているので、そちらに足を運ぶと倉敷だと、うん、その3店舗では少なくとも手に取ることができるかなと思います。そうなんですね。これはやっぱフリーペーパーですから無料ですよね。はい、もちろん無料です。うん、これでもね、すごいなんて ロゴみたいなのありますよね。笠岡スケッチって書いて、うん、おしゃれですね。おしゃれ、なんかこだわったって聞きました。ここは結構なんか雰囲気みたいなの、笠岡ってこうね、なんかこうシャッとしたなんか涼しそうな感じのこう、うん、なんかロゴっぽい感じの、うん、そうですね。これはもう何十回と書いたそうなんですよね。そうなんですね。確かにちょっと今までのこう私たちが持っている笠岡っていう感じの雰囲気じゃないですね。うん、そうなんですよね。おしゃれな感じの、はい、なるほどね。ぜひ皆さん手に取ってね、ご覧いただければと思います。はい、はいはい、続いては西山さん、どんな話題ですか？ですね、続いてはですね、うん、笠岡市の、ふれあい空港というところがありまして、はいはい、そこで空飛ぶ車というものの、デモフライトが6月4日に行われておりまして、はい、そちらの方を6月12日に記事に、させていただいたんですけども。なるほど。はい、一般社団法人マスク、うん、というところが主体となってデモフライトをやったと、まあ、国内初の有人ではないんですけども、無人の屋外、ね、はい、屋外試験飛行が、成功したというところで取材に行ってまいりました。空飛ぶ車、はい、まあ、空飛ぶ車とこう車がついてるんですけど、うん、車のように走るということはできなくて、はい、空を車のようにこう移動していくという、はい、感覚らしいんですけれども、なんかヘリコプターみたいな感じもしますけど、なんかこう大きいプロペラがついてるわけじゃなくて、両サイドにこう小さいのがたくさんわーっとついてるって感じですね。そうですね、まあ、ドローンの大きい版というふうに考えてもらった方がいいかなと。なるほどね、でっかいドローンですね。人が乗れるでかいドローンって感じだと思う。乗れるのは乗れるんですか？乗れます。ただ日本国内ではまだ認可が出てないので、ね、人有人飛行はできないんですけど、一応、うん、設計上は人が乗れる、乗って飛べる仕組みになってます。なるほど。だからテストなんで、テストだから乗らずにちょっと飛行したっていう感じ、というか、まあ、うんうん、許可がちょっと降りていないという、まだね、だから操縦する人がいてやるんじゃなくて、うん、リモートでこう、もうここからここに飛ぶみたいな、リモコンで操作するようなイメージのものなんですよね。まさにドローンですね。まあ、そうなんです。大きい版の、はい、うん、そうですね。なるほど、これ面白いですね。面白いですね。そうですね、笠岡だったら笠岡諸島が船でしか移動期間がないので、はいはい、例えば物資の移動であるとか、うんうん、場合によってはこれも友人が許可されたら、うん、具合の悪くなった方を、搬送するであるとか、ドクターヘリっぽい感じの、そうですね、うん、そういった感じで離島にかけては非常に有益な、これはモビリティになるんじゃないかなという。そうですよね、だって火山が結構島多いですもんね。そうですね、だから、うん、まあ、航続距離が、これが35km ぐらい、21分間飛行が可能ということなんで。そうなんですね。はい、ですから、まあ、1回の充電でなんとか往復で一番遠いところから、まあ、往復できるんじゃないかなという、感じですよね。いやー、だって空飛ぶ車ってね、だって漫画だとありましたけどね、うん、SF の世界ですよね、どっちかというとね。そうそう、なんかもう下道路がなくなってね、うん、こう空中をこうね、車が行き来するって、なんかこう夢のようなバックトゥーザフューチャーみたいな、うん、でも今あれがね、だんだん現実化してるって ね言われてますからね、うん、いやこれでも笠岡ふれあい空港で、笠岡ならではですね、この空港がやっぱありますしね。そうですね、まあ、立地的にすごく条件が良かったんでしょうね。なるほど、うん、これ楽しみですね。なかなか面白かったです、うん、これは楽しみな
プロジェクトだなと思ってます。有人 の, あの飛行ができるようになるのってどのくらいかかるんですか、許可が下りるまで。これはあの、うん、取材の時にも話が出たんですけど、はい、まだあの完璧なあの国内での法整備、まあ、対外的に世界的にもまだ法整備がちゃんとできてないそうなんで、まず法整備をきちんと済ませてからというのが、うん、あの流れだそうで、まだうん、どういうところでっていうのがまだ決まっていないというのが実情なんですけど、なんか早くね、はい、なんか許可が下りてね、ちょっとうそうです ね, ね、いろんなことに役に立てるようになればいいですよね。そうですね。この、まあ、マスクというのが岡山県倉敷市水島地域への航空宇宙産業クラスターの実現に向けた研究会というのが正式名称らしくて、水島の団体なんですけどね、ええ、だからまあ水島の発展をということで、なるほど、あのバックボーンが、そういう考えでされてるそうなんで、なるほどね、まあ、ひいては倉敷の方もこう、何かしらこう恩恵を受けるというか、そうですね、はい、じゃないかなと思います。いや楽しみです。早くちょっと見てみたいですね、はい、実物を本当にですね、はい、あともう一つぐらいいけそうですけど、はい、どうですか。そうですね、はい、これはこの前公開したばかりなんですけど、はい、笠岡ではないんですけど、うんうん、福山市に、はい、あの福山製糸館高校という高校がありまして、うん、県立高校が、はい、そちらの方がのクラウドファンディングを使って、うん、学校紹介のミュージックビデオを作るというのをあの今展開しておりまして、うん、こちらの方の取材を、つい先日行って、記事の方も、つい数日前に公開したばかりなんですけれども、うんうん、されてますね、うん、はい、あの誠のワクワク発信放送局という、もので、あの自分たちでもう率先して、まあ、学校も若干絡んでますけれども、はい、ほぼあの専用の有志で集まったプロジェクトチームでクラファンを、うん、展開して、あの、はい、作曲にかかるものとか映像制作にかかる費用を全部あのクラウドファンディングで賄おうとい う, うーん、企画で、これ目標額が97万円だそうで、ほうほうほう、現時点で、あれですね、 YouTube で使えるフリー楽曲とかそういうのが欲しいみたいな感じなんですかね。そうですね、うん、あのなんか青春時代短い期間に、まあ、コロナ禍になってしまって、うんうんうん、あの自分たちの表現する場とか、うん、そういったのが、まあ、放送部が主体なんですけれどもなくなってしまって、うんうん、あとはまあコロナ禍でこう元気をちょっとなくしているみんなに勇気を与えられるようなそういったフリーの曲と、うんうん、ミュージックビデオを作ろうと、うん、だから映像制作にかかるちょっと費用とかをクラファンで。そうですね、それからあとオリジナル曲なんで、あの作曲家さんにお願いをするそうなんです、うんうんうん、あそちらの、まあ、一応制作費用の方もということでお金かかりますしね。そうですね、はい、なるほど、うん、非常にあの若者というか高校生のこう熱い思いというか、うん、あのこれにかける思いというのがもうひしひしと伝わって、これは応援してあげないとという感じですよね。だからこちらのなんか誠のワクワク発信放送局の要は曲もできるし、はい、ミュージックビデオもできるみたいな感じなんですね。そうですね、そのオリジナルの曲に合わせて映像を、うん、作っていくと、うん、もうあの映像の方は、うん、撮影は開始してるそうなんですけど、すごいな、はい、もう今誰でもが YouTube できますからね。そうですね、まあ、YouTube でももう彼らはいろいろ発信してるんで。そうなんですね、はい、これはもう今回大規模なものないそうですね、うん、ちょっとだからグレードアップしたものをちょっと記念に残したいということで、ね、はい、あ、すみません、西山さん、これ誠って何ですか。誠って誰なんですか。誠の放送局って多分これ聞いてないんですけど製糸館の漢字が誠というのがつくんですよ、うん、静止館高校の静の字が誠なんですよ。だからこれにかけてると思うんです。で、誠さんって誰だろうと。この放送部 の, あのラジオの番組も誠奥っていうのがあるんで、静止館の静が誠だからか。そうだと僕は認識してたんで、あえて聞かなかったんですけど、誠さんがいるわけじゃないんだと思うんです。
誠さんがいるのかと思いました私。あの部員の名前誠さんいなかったんで大丈夫です。いやあそう、はい、めっちゃ今スタジオでトイさんがバカウケしてますなるほどね、はい、はい。でもこれね、高校生たちがチャレンジしてるのでね、皆さんそうですね、あのこういう取り組みね、はい、あのぜひ応援してあげてほしいなと思います。はい、でちょっとね、はい、YouTube のね、あの番組かの方もチャンネルの方もね、もうすでに、はい、あのアップしてたりいろいろ活動してるみたいなんで、ぜひ ね一度見ていただければと思いますね。はい、はいはい、お願いしたいです。はい、ということで今日はちょっと3つね、はいはい、ご紹介いただいたんですけれども、はい、はい、他にこうなんか言い残すこと言いそびれたこととかありますか？僕は引退するような感じになってますけどいやいや、まだすみません、はい、あの7月にも、笠岡の教育系の、取材の方も、はい、予定しておりますし、福山の方のまた新しいあの店舗さんとか、それからと笠岡ラーメンのカップ麺ができたんで、そちらの方も、取り上げたいと思いますので、それ気になります、はい、すごく。またあのカップ麺のお話なんかもね、できたらいいなと、思っております。はい、わかりました、はい、西山さん、じゃあまたあのいい情報があの上がったら教えてください。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ一旦あの西山さんの方はここで、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。はい、ということでトイさん、あの倉とこさんの方からのお知らせは大丈夫ですか？まあ、この1ヶ月ぐらいはやっぱ緊急事態宣言であんまりこう積極的に動いてなかったんですけど、まあ、あの一応終わったということで、また徐々に取材再開してますので、あのまああのお聞きの飲食店の方とか、あの取材の希望ありましたらご連絡いただけたらと思います。あと、まあ、あのイベント系でいうと、さっきの学校系でいうと、あのワークショップ系のイベントがちょこちょこ夏休みにかけて行われて予定で、あの以前もこちらに出演していただいた、まあ、倉敷商業高校の川崎先生が、はい、あのリーサスという、まあ、あのちょっとアプリケーションみたいなのがあるんですけど、はい、それのワークショップを7月からまた開始するそうなので、はい、あのまあ、倉とこでも取材に入る予定ですし、あのリーサスワークショップとかで検索してもらったら、あの最新情報が分かると思うので、はい、あの学生の方とかぜひあの足を運んでみてもらえたらと思います。はい、ました。ということで、ちょっとトイさんに今日のリクエスト曲を聞くようになってしまう、すいません。何でしたっけはい、じゃあお願いします。あ、福山アイドルクラブの2人の魔法、まあ、はい、はい、皆さんあと詳しくお願いします。はい、では、ね、こちらの方ねリクエストでおかけしたいと思います。ビンゴ男とこの公式サポーターのアイドルということでね、はい、CM の後おかけしたいと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。倉敷とことこ、このコーナーは倉敷の今を伝えるウェブメディア倉敷とことこの提供でお送りしました。倉敷をもっと知っとこ、食べとこ、買っとこ、遊んどこ、見とこ、ここに住んでいるからこそ見えること、伝えたいことがあります。倉敷の今を伝えるウェブメディア倉敷とことこ、倉とこで検索。